日本が2つのメダルを手にすることができるか。水鳥そして富田の戦いがいよいよ最終ステージ。まず水鳥、鉄棒予選 15.850 の高得点をマークしました。3つの手放し技を構成に入れている水鳥、スタートしていきました。伸身の小鉢、そしてこの後がコールマンですが、きた、いいですね、スピード十分、小鉢そのままスピード落とさずに車輪に持っていきました。豪快に雄大に、そうですね、水鳥が今自分の世界を作っています。さあ、あとは着地です。伸身の新月面、きた、水鳥久志、日本水鳥の鉄棒 15.750、 予選よりは